はい、こんにちは、こんばんは、ネコピン TV です。今日はですね、カップヌードル、ご飯、あとネギとを使ってですね、カップヌードルチャーハンを作っていきたいと思います。やった、はい、それではレッツラゴー、まずカップヌードル書いてますね。はい、これをまずジップロックに入れます。ジップロックに入れたら、あとは潰します。はい、で、この中にもう一回入れます。これに、水を浸すように入れます。浸すぐらいですね。こんな感じです。はい、これでちょっとふやかすためにちょっと時間を置きます。はい、まずは火をつけます。油、はい、入れます。はい、卵を割っていきます。ご飯入れます。カップヌードル、これを入れてきます。はい、できました。こんな感じです。こんな感じです。美味しそうですよね。それでは、実食です。はい、それでは食べていきたいと思います。生まれて初めて食べます。あ、なかなかいける。おいしい。予想外。うまいじゃん。すごい。予想外にうまくできました。本当に、ご飯も入ってるんだけど、カップヌードルのこの麺ですね、これがまた美味しい。なんか初めての食感、ふわふわしてる、ふわふわしてるんだよね、なんかね。ご飯も入ってんだけど、やっぱり、麺がやっぱり重なり、なんていうの、
絡み合って、うん、ふわふわっとした感じ。うん、これおそらく冷えても美味しいですよ、これきっとおそらく。うん、最後の方今冷えてるんで、全然冷えても美味しいです。硬くならないし、うん、美味しい、大成功です。はい、美味しかった、はい、大満足です。うん、皆さんもぜひ、簡単ですので真似してみてください。はい、私も真似しましたので、はい、それじゃあね、バイバーイ。